ここどこでしょうか。なんか仕事一筋って感じで。どうして結婚しないんですか。ひどいです。もう最悪です。してきたんでしょ。あの、大丈夫ですか。覚えてる。本当に君の家…電話合ってんだぞ、ほら。ところであなた、どうして葉山さんの借金を肩代わりする気になったんですか。彼女は金を借りた。俺が金を返す。どうしてそこまで頑張るかな。一度も抱いてないなんて。でも一度でも抱いたら地獄見ますよ。同じこと聞くけど、あなたその女性と何か関係が。例えば交際してるとか。もしお前右京と連絡取り合ってんのか。離婚って。この人結婚してるの。先輩彼女と出会ってから一つもいいことなんてないんですよ。曖昧と無難を繰り返してきた僕よ。辻さんの本心が知りたいだけなんですよ。どうして。辻さんが運命の人だからです。